皆さんこんばんは。スカイリムの続きやっていきたいと思います。さあ、パーサーナックスに会いましょう。道を切り開くぞ。切り開いた。さあ、パーサーナックスどこにいる？大丈夫？こっちで合ってんだよね。はい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 。さあ、かけるぞ。おー、すごい綺麗だね。普通に動物いたけど。え、あ、なんか食らってる。はい。ああ、危なかったな、今ダメージ食らってたな。ああ、まずいんじゃないこれ。ああ、やばい。さあ、急げ。険しすぎんだろう。わ、こんなのと戦ってる暇ないよ。さあ、急げ急げ急げ。我々はパーサーナックスに会いに来たのだ。え、こっちかな。あ、いててて、ダメージくれ始めた。はい、ショート一応切れ。おべえ、フロストトロール。道険しすぎんだろう。強すぎるぜ。強いよ。体力上昇。あとはね、回復薬回復薬。しょしょ。あとは食べ物で補いましょう。はい、じゃがいも、パン、豪華な肉、ラギの足、チーズ、グリル、ウサギの足、リンゴ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 。よし。やべ、トロール強すぎた。こっちの上かな？また降りた。おぉ、ウロソトロールがめちゃめちゃダメージ食らってない？よし、来てないな。やべ、またなんか戦闘の音楽流れてる。大丈夫か。勝負いいよ。すまない、食料いただくぞ。さあ、パーサーナックスよ、どこだ。普通にヤギたちいるけど、すごいけどね。こんなとこで住めるの？この道だな。あぶねえ。険しいぜ。さあ、パーサーナックスさんには会えるのかな。世界の喉を発見。あべ、ドラゴンがいる。ドラゴンがいるなあ。え、これまだかパーサーナックスじゃねこれ。よく来た、ウンドニーク。私はパーサーナックス。人間じゃねえじゃん。お前は何者だ。ドラゴンボーンだ。なぜ我がストルンマ、我が山を訪れた。これまさしくドラゴンだと思わなかった。アカトシが私をこう作ったのだ。お前がドワーキンであるようにな。答えろ、なぜここに来たボーラン。なぜ瞑想の邪魔をする。ドラゴンレンドのシャウトに散った。ドレーン、待て。ドブ同士が最初に出会った時には守らねばならぬ儀礼というものがある。長年の伝統にはまず年長者から話す。
我が数を聞け。その骨で感じろ。ドワーキンならば立ち向かってみせよ。ドラゴンレッド放つってこと？マークのためでないなら、なぜ入り込んだ？そう。ファイアブレス。習得したよ。その力を見せてもらおう。ああ、そういうこと。ファイアブレス撃ってってことか。ドバーとして迎えよ。ああ、まさにソセロラスボール。お前の中に竜の血脈が強く流れている。同じ種族の者と話したのは随分と久しぶりだ。あ、種族一緒なんだ。出てた。おう。なるほど。私に会いに来たのか。よう。上妙の者にとってたやすい道ではなかった。お前がドワーソース、竜の血脈を持つものであって、私に何を望むのだ？ドラゴンレンドのシャウトについて教えてくれないか。お前を待っていたよ、プローダー。年老いたドバーとティンバークをするためにここまで来たわけではあるまい。ああ、アルドインに対抗する武器を探しているのだろう。なぜ知っているんだ？アルドイン・コマレッド・テーン。他に何がある？アルドインとドバーキンが共に戻ってきたのだからな。しかし、お前の求めるスームのことは知らない。知らない。クローシーズ、私には知りようがないのだ。お前と同じ条例、上妙の者が道具、ドラゴンを倒す武器としてこれを作ったのだ。我らのハド連盟、心ではその概念すら理解できない。どうやって学べばいいんだ？ドレーム、時が来ればわかる。さて、質問がある。なぜこのスームを習いたいのだ？アルドゥインを止めなければならない。なるほど。アルドゥイン、ザイマ、世の調子にありがちな有能で貪欲で、そして厄介な兄だ。兄かよ。だがなぜだ？なぜお前がアルドウィンを止めねばならぬ？ドラゴンボーンだからか。そうだ。しかしクオスティード、予言が伝えるのは可能性であって必然性ではない。クロスティーズ・サール・アーク、できることが常にすべきことであるとは限らぬ。運命より他に動機はないのか。お前はただ宿命にもてあそばれるだけの存在なのか。
運命を全うすること以上にいい動機なんてあるのか。運命など信じない。哲学の話をしに来たのに。運命を全うすることに自らの運命がはっきり見えるというのであれば、お前の目は誰よりもよく見えるのだろうな。ダマーン、忘れるな。アルドウィンも自らが見た運命をたどっている。しかし私はお前の決断を信じよう。ある意味お前が羨ましい。知識が多いと決断は鈍りがちだ。しかしこの長話の悪癖によく付き合ってくれたクローシース。ではお前の問いに答えよう。私がなぜお前たちが世界の喉と呼ぶモナーベンの頂に住んでいるのか、お前は知っているか。考えてもみたな。スカイリムで最も神聖な山なのだ。神聖な山。フレバーク・ソルンバー、世界に名だたる山だ。古代の下、すなわち初めて声の達人となった上妙の者がここでアルドインに戦いを挑み、あ、ここで戦ったんだ。ドラゴンレンドのシャウトを使っていたんだな。それだけではない。ウェイクヌズニクローン、アルドインも完全に敗れたわけではない。そうであればお前がここに来ることもなかった。当時のノルドが使ったドラゴンレンドシャウトはアルドインの動きを封じた。だが十分ではなかった。オクムラーグ・ウンスラーグ、ケール・清掃の書、彼らはそれを用いて奴が時の流れをさまようように仕向けたのだ。倒していねえってことか。清掃の書、それは何だ。清掃の書か。お前たちの言葉で何と説明したものか。ドブにはそれを表す言葉があるのだが、ジョーレにはない。それは時を超えた秘宝なのだ。存在しないが常に存在するもの。ラーワラーン、つまり、想像のかけらなのだ。カーレイ、お前たちの言う清掃の書の数々は予言書として用いられている。そう、お前の予言はある清掃の書の中にあるものだ。しかしそれは備わっている力の一部だ。ゾファーストライク。古代ノルド人たちがアルドゥインを時の流れに送り込んだというのか。意図的にではない。我らがこの地上より永遠に消え去ることを願った者たちもいた。前、私の方がよく分かっていた。ティーズ・ボ・アマルティーン、時は進み続ける。時期に奴も現れるだろう。これがここにいる理由だ。上妙の者にとっては何千年もの間待ちわびていた。奴がどこに現れるかはわかるが、いつかはわからん。
そんなものがどう役に立つんだ。ティーズ・クレムト。古代ノルドがアルドゥインにしたことによってここでは時が砕けてしまった。ここはテードアラーム、時の傷跡だ。もしあのケル、あの清掃の書さえ持ち帰れば、時を壊すために使われた清掃の書を用いることでお前を過去に遡らせることができるかもしれん。壊れた時間の彼岸にな。ドラゴンレンドは生み出した者たちから習うがよか。問題はどこだよね。その清掃の書がどこにあるかっていう。フローシエス。いや、この地に住み始めて以来の長き間に何があったかほとんど知らないのだ。おそらくお前の方がよく知っているだろう。ああ、なるほど。直感を信じろ、ドワーキン。その血が道を示してくれる。よし、ということでアンゲルンとエズバンにお話ししましょう。ロック、よく来た。綺麗ですね。ということでまずはアンゲルンにお話を聞きましょう。近くにいるのかな。そんなわけないよね。ああ、向こうだな。ここから落ちたらどうなんだろう。大丈夫かな。おお、これ大丈夫。いける。あそこにあるよね。おお、おお、降りるのは意外といけるんだね。おい、すごいなこれ。普通の人間だったらもう死んじゃってるよこれ。ほら、一歩前進むだけでもうこう落ちちゃうからね。すごいな。ほっ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 。はい、さあ降りていきましょう。ほっ、ほい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 。さあ、ドラゴンボーンならこんなことも可能なんだ。ほっほっ、ていや、おっ、アンゲルンよ、中か。話を聞いてくれ。清掃の書はどこにあるんだ。知らないか。あれ、こっちか。ハイフルセガンの中にいないんじゃないの。中庭って書いてあるな。中庭にいるっぽいな。中庭に急げ。この先だな。あれ、いた。あ、この中か。腕の立ちそうな仲間ができてホッとしてる。ハサーナックスと話した。この前の雇い主は竜の血脈がお前の中で眩しく燃えている。お前の知りたかったことについて何か答えてくれたか。ドラゴンレンドシャウトについては教えてもらえたか。いや、彼は探し方を教えてくれた。それもよかろう。もしお前が学ぶことが必要だと彼が信じるならば、我々も彼の判断に従う。古代に用いられた清掃の書が必要だ。どこで見つかるかわかるか。我々がその書を気にしたことはない。
塔の神々でさえそれに手を加えることには恐れを覚えるのだ。見つけられそうな場所となればそのような書はウィンターホールドの魔術師たちがいつも商売道具として持っている類のもの。彼らであれば清掃の書について何か教えられるかもしれん。ということでウィンターホールド大学にあるっぽいですね。すごいな、広い。いや素晴らしい景色。ということでウィンターホールド大学に行く前にまずはあの女の人と話さないといけないんだけど、あ、もうウィンターホールド、いや、オプションもう一個行くべきかな。クエストとしては、あ、もういいみたいですね。どっちかとお話しすれば清掃の書を突き止めるということで、それではですね、この素晴らしい景色とともに今回はここまでにしたいと思います。次回こちらウィンターホールドを目指してドーンスターから東へ向かいたいなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。